トーマス・ミーハン、トーマス・ミーハンは、イギリス生まれのアメリカ合衆国で、演芸賞、トーマス・ミーハンサンズを設立した。当時、ミドルセックスのパターズ・バーに生まれ、ワイト島で育った。父親は庭師で、その影響で植物学に興味を持った。14歳の時に植物に対する記事を執筆し、ウェルネリアン自然史協会の会員になった。 20歳の1846年から1848年まで王立植物園で働いた。キューガーデンでは、ウィリアム・ジャクソン・フッカーの影響を受けた。1848年にフィラデルフィアに旅して、アメリカ合衆国最古の植物園、バートラム庭園のオーナーである、鉄道開発者のアンドリュー・ M ・イース・トーイックのために働いた。フィラデルフィアのジャーマンタウンで、ウィリアム・サウンダーと共に、 演芸賞を始めた。サウンダーと別れた後、ジャーマンタウン演芸を開き、1896年にトーマス・ミーハンサンズとなった。弟のジョセフ・ミーハンが1859年から会社に加わり、ミーハンの3人の息子たちも演芸家として高い技術を習得した。J. フランクリン・ミーハンは多くのゴルフ場の設計で知られる。ミーハン家は60ヘクタールまで拡大された。 栽培場で植物を栽培し、70年間にわたってアメリカ合衆国やヨーロッパに植物を供給した。特に日本のカエデなどを広めた。植物雑誌、ガーデナーズマンスリーとミハンズマンスリーを編集し、当時の園芸雑誌としては最高の発行部数を誇った。5つの新聞に園芸コラムを執筆し、4巻で300以上の種の解説と再取図を載せた。 アメリカ合衆国の花と、シダを執筆した。ペンシルベニア歴史協会、米国栽培園主協会、ペンシルベニア園芸協会、アメリカ果樹園芸協会、米国科学振興協会などの会員となり、イギリスの王立園芸協会の名誉会員となった。作画は、アロイス・スルンツァーである。ミーハンは、植物の学名で命名者を示す場合に、トーマス・ミーハンを示すのに使われる。 ありがとうございます。